れ様です。寮生の皆さんにお知らせします。あと30分で食堂の利用終了時刻です。あ、やば、いっか。あ、ゆかり、こんなとこいたんだ。部屋まで誘い行ったのに。あ、ごめん、今日はいいや、もう来むし。てか、あんた、その荷物、もしかして帰ってから部屋戻ってない？え？ああ、そうかも。ありえんよ！何時間ぼーっとしてたの？それ。まさか、どっか調子悪い？あ、違う違う。ごめん。ほんと、別に何でもないから。ただその、なんていうか、ここ来て、もう4年も過ぎたんだなーって。ああ、まあ鬱にもなるよね。人生で最高値の3年間こんな寮とかに引きこもってる場合じゃないよね。私ら1年生も残りちょいだし、この調子じゃ高校生活なんてあっという間だよ。まあんまり大志とか抱きすぎず適当に頑張ろう。という間か。そうだよね。ただ学校にいたって父さんのことわかるわけないよね。警察や新聞だって何にもつかめてないのに。もう10年か。全部投げちゃった方がいいのかな。ああ、竹葉さん、あなた1年の竹葉さんでしょ。え？はい。ちょうどよかったわ。あなたにお手紙が届いているの。ごめんなさいね。本当は昨日届いていたのよ。でも伝送のハンコが3つも4つも押してあって、宛名がよく読めなくてね。これって、差出人は竹葉栄一郎さんという方、ご親族かしら。待ってよ、そんなありえるわけ。ムーンライトブリッジ開通記念、10年前。あ、ちょ、竹葉さん、受け取るならサイン。それとこの荷物、あなたのでしょ、竹葉さん。この頃の君はずっと一人だけで世界全部と霧城の欺瞞と戦っていたんだな。そんな、どうせ過去を覗くなら父上に会えたらよかったのにな。私は会ってみたかったよ。別にいいですよ、今は昔の話をしてる時じゃないと思うし。シャドウの相手なんてもうたくさん。こんな厄介ごとさっさと終わらせなきゃ。ゆかり、その、無理をしていないか。アイギスに、彼と同じ力が目覚めたじゃないですか。自分でも気づいてないみたいだけど、あれって、絶対何かを受け継いだってことでしょう。私も、自分が前に進んでる実感を、早く見つけたいんです。私だって、彼と約束したんだから。ゆかり、私、自分自身のこと見せられてはっきり分かったの。今まで見てきた思い出にはどれも共通点があるって話。じゃあもしかしてお前は今見たこの日の深夜に初めて。天田君の話、真田先輩の話、それから純平と転丸のもそう。ミツル先輩のが一番直球かな。え？何？俺微妙に置いてかれてんだけど。
今まで見えたのって、私たちがペルソナに目覚めるきっかけになった日の話だってこと。全員の目の前で覚醒した山岸と、初めから使えたアイギス、メティス、彼女らについては見る必要がない。おそらくそれで見えてこないんだ。でも、だとするとペルソナのことを見せられた意味って何なんでしょう。原点を見直せとか、そういうお説教みたいな意味なのかな。アイギさんはどう思いますか。私は、おそらく、あれって、そういえば、あ、そうだ。うわ、さすがです。妹ちゃんさ、思いっきり人ごとな顔してないで、こっち来て意見とか言えよ。私は別に、あなたたちと昔の話なんてできないじゃないですか。何にも知らないんだし。どうしたの？別に、言った通りです。ただ、その、姉さんは私を置いていかないって言ったのに、私だけ昔のこと知らないし、なんだか私だけいつも話からちょっと浮くし、だから。なんだよ、寂しいってか。やっぱガキンチョじゃん。そういや、出発する前も置いてかれるって聞いた途端におとなしくなったもんな。ガキンチョじゃない。あなたが知らないだけじゃなくて、私たちはまだお互いに知らないと思う。あなたにだって私たちの知らない素敵な思い出はあるはずでしょ。あなたが心を見つけた時の思い出が。いい加減素性を話してくれてもいいんじゃないか。あ、私には思い出なんか。あ、しまった。やれやれ。メティス、君は誤解してるみたいだが、私たちの過去は輝かしかったわけじゃない。正直、辛い記憶の方が多いくらいだ。そんなはずないです。だってあなたたちが笑って話すのは全部過去のことばっかりです。彼女の言葉は時々とてもまっすぐで、私たちはまた気づかされた。私はこの時初めて実感した。時が停滞している原因に私たちは確かに関係があるかもしれないと。そういえば、くだらない。では行こう。